ちょっと寄ってもらって。はい、はい、こんなに寄ったら恥ずかしいやん。待ってんすかこれ。あ、待った、待った、待ってますよ。おっと、サングラスを取る、はい、そして喋る。5秒前から使っちゃう。大丈夫ですかこれ、はい、クリクリじゃないですか俺。はい、ということで岡田さん、はい、ここはすごいノーマルなね、このそうですね、どこにでもあるの池です ね、この足場のいい、このロケに使いやすいの池で、はい、今日はちょっと秘密兵器もありますね、はい、いろいろペロ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 みたいなセコイワームとか、まあ、こういうセコイバイブレーションとか、かなりこうタフなこのターンオーバーの池なんですけど。そうですね、泡だらけですねこれね。ブクブクですね。こんな日にテストやっちゃっていいのかっていう状況で、バスは果たして答えてくれるんでしょうか。大丈夫ですかねこれ。大丈夫ですかね。まあちょっとやってみましょうか。はい、まあ、秘密兵器あるから大丈夫でしょう。ペロ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 。はい、今回はですね、このマドネスの、シリテンバイブっていうバイブレーションなんですけど、これを使って、このドノーマルなノイ池でテストしてみたいと思います。このバイブレーションはね、シリコンでできてるバイブレーションなんですけど、果たしてノイ池のバスは答えてくれるのか、ちょっとやってみたいと思います。まずはリポビタンで。そういうためのホルダーではありません。あ、いつもの味ですね。老舗の味がしますね。これ飲んだから投げまくれないでしょ。元気出ないから ね。あ、今の何？リールが感度良すぎるから結構わかるからね。今リールと竿のバランス合ってるし。はい、来た。ここの距離で来た。結構先で来た。あー、バレた。針やでこれ。完全に針。わかった。今 A ライン通した一発やったね、やっぱり。そこのゴロタですわ。はい。結局。あ、当たった。溜まってますね。もうダメです。交換しに行きます。さっきちょっとストレートポイントで当たってるんですが乗らないみたいなのがあったんで、今ちょっと眠り針に変えてます。さっきのがちょっとこういうストレートポイントなんですけど、今は、こういう眠ってるタイプのやつにちょっと交換してみます。これ結構違いますよ。シビアなんで 0. 何ミリの世界ですから、確率論で言ったら取れる取れないだいぶ変わってくるんで、渋いとこほど差が出ます。ちょっと張り替えたんで投げてみます。
よっしゃ、ヒットノイケっぽい色やね。バシャバシャ。ちょっと。おっ。よっしゃい。フック変えて一発です。ターンオーバーだって言って聞いたんで、マス張りよりもオフセットの方が。バイトしてきた時にかかる確率が高いんではないかということを考えてリグります。まずはゆっくりとちょんとかけて、ここの部分ですね、ここの針のここの部分だけをかけて、今度はお尻ですね、お尻をギュッと。こんな感じですね。まっすぐなるような感じですね。で、マス張りだとここに針があるんで、食ってきた時にカプ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 ってここまで食わないとヒットさせれないと。でもまあオフセットのフックだとカプカプ3口目で OK ですね。これカプカプ2口目で OK かもしれないですね。なんでターンオーバーの時はこんな感じで、オフセットフックで、シンカーは、1.8g のダウンショットですね。でゆっくりフォールで沈めて、ゆら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 ステイで、ペロ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 ステイみたいな感じで狙ってみたいと思います。まず僕は反応のいいバスをまず1周回る間に、バイブレーションでシリテンバイブ、このシリコンでできたバイブレーションで狙ってみたいと思います。やばい、いきなりバックラッシュしたこれは時間かかるぞ。さあリールのグリップの締め具合、よし、ドラグよし、魚だけですね。体験3インチ、このルアーは結構ちっちゃいんですけど、このリブですねがあることによって、同じ3インチの普通のワームよりもかなり抵抗が水が絡んで、ロッドに、伝わってきやすいですね。そこのボトムの上を張ってる感じが、水が噛んでる感じが伝わってきますね。いいですねこれ。ですね、ノイケアドバイザーの中井さんからですね、カメラさん見てください、その辺にパラ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 ちょっと枯れかけたウィードですね。こういう感じのウィードにサスペンドしてるんじゃないかということなんで、ちょっと一回狙ってみたいと思います。これ釣れんかったらもうカメラさん受けるよし、一回流すえいっ、あーフォールさせました。表面だけに枯れてるウィードが見えるんですけど、実際ダウンショットを通してみるとやっぱり見えてないところにもウィードがパラパラパラって入ってくるのが顔先に伝わってきますね。ちょっとこれギュッギュッとキップにギュッギュッと伝わってきますね。
一発ですね、あそこですね。はい、抜きます。いいよいいよ。小原さん、ヒョロヒョロウィードですか。ヒョロヒョロウィードで、こっ、はい、イエイ、復活、バックラッシュから生還張り替えたからもう安心や。ヒット、ほらこのサイズでもかかってくる。これはなかなかないでしょ。しかも ベリーっすよやっぱりベリーもきますね、これね。すごいなこのバイブレーション。バスっこあ、また当たった。ん、来てんのかこれ。またバスコか、やっぱりこんなサイズ普通ヒットせえへんの。溜まってる場所があれですね。すげえ、ちょっとすれがかりですけど、すべて当たってきたやつを取っちゃう。今2連発です。はい、これ釣れたゴールデンライン。はい、ほんまに釣れてる。はい、釣れた。チラマにかかってる。あ、なにこれ、船っぽいですよ。バスですかそれ。あれ船やん。ラークーですね。船までかかっちゃう。船まで釣れちゃう。シリテンバイ、鯉みたいなやつ。鯉ナーフですね。鯉かこれ。鯉の子供やね。バス持ちできんのかこれ。へえ、バス持ちしたった。バスじゃないのに。なんか景色変わったの。もう気がなくなってるね。キャッチがなってる。お母さん行きますよ。ほらフィッシュやりました。釣りました。体現3インチのダウンショットですね。ですね、カラーはこれです。クリスタルウォーターメロンですこれですね、ちっちゃい嬉しい。ねえ。おお。なんぼでも強い。でも小さい。頼むぞ、シリテンバイブ。すげえなこのリール。ちょうどそこのラインだけなんですよね。あのそこに石があって今コンタクトしてるのが、今その辺にシリテンバイブを当ててます。さあ今度はですね、さっきはダウンショットで釣ったんですけど、今度は、1.8g のライトテキサスですね。カラーはさっきと一緒のリザーバーベイトですね。でちょっと上に引き止めシンカーをつけて、こんな感じでちょっと軽めでそこをスイミングさせてみたいと思います。
釣れるかなこれ。釣れるかな。投げちゃおう。さあ、よいしょ。カメさん、行きますよ。カメさん、行きますよ。行きますよ。行きますよ。よれ。さあ、待って。よい。よっしゃー。大変です。ライトテキサスです。よっしゃ、イエイ。これですね。うわ、ちっちゃかった。飛んできました。はい、やったぜ。ちっちゃいですけど、こんなんまで釣れます。じゃあですね、このポイントは今ちょっとウィードのエッジがちょうど15メーターぐらい前にあるんですけど、そこの際を、ちょっとバイブレーション引いてみたいと思います。一発目が勝負なんですよね。一発目がちょっと丁寧に一発で決めます。手前で来ました。ちょい小さい。引くなこれ。ウィードのスラ引いたら一発。これもフロントフックにかかってます。そりゃいった。まあす、ほい、シーテンバイブ釣れますねこれ。情熱でサングラスが曇ってきた。タニシが釣れた。タニシが釣れました。タニシ掘り。タニシ釣り3級なんですよ僕。もうちょっとで初段やったんですけど、やめたんで。小学校の時に通われててやめた。そうそう、もう中学になったらやめるみたいなのですね。軽いノリでいい。ええ、軽いノリでやめるみたいな感じですね。はい、うわ、もう1人来た。当たった。よっしゃ。お、ヒット？
サイズいいっすか、はい、サイズ良さそうっすか、はい、お、どこやって取ろう、ウエストバッグが邪魔だ、いやすんますけどこんなんすね、いいじゃん、いいじゃないですか、岡田さん、やりました、いや上まで上がりますね、ライトテキサスのスイミングだったんですけど、ばっくりっすね、やりました、丸伸びです、いいですね、よう引きました、秘密兵器登場、何ですかそれは、超ロングロッド長っ、ちょっともう周り打ち尽くしたんで、もうちょっと未開拓の地を攻略します、長っ、お願いします、ここからも半分の仕掛けぐらい、1.5 倍は飛んでるぞ、ベイトの。お母さんやっぱりこれネイルシンカーですね、もうニューマグメはネイルシンカーですかね、こうやってこうやってこれちゃいます、お、来た、お、来たみたい、これポールで来てますね、よっしゃよっしゃ、おお、これどこで取り込みましょう、体現ヒット、手前行きました、お、抜けますか、抜けます、いや、いけー、やったぜー、イエス、再現38.7、このサイズのバスなんですけど、今、ライトテキサスですね、のストップアンドゴーで決めました、カラーは再現3インチ、グリーンパンプキンですね、これはグリパンっていう人気なカラーだと思うんですけど、これはもう鉄板ですね、絶対野池には必要だと思いますね、どこの野池でも、川でもそうですけど、琵琶湖でもそうなんですけど、グリーンパンプキンは絶対に釣れますね、はい、これで釣りました、やっぱり、はい、イエス、再現、はい、もうこんな時間になっちゃいましたね、はい、いいですね、もう夕暮れですね、野池を満喫しました、今日は、はい、久しぶりに野池やりました、なかなか面白かったですね、面白かったですね、まあ、ちょっと前半僕がちょっとバイブレーションで反応のいい魚をまあ、釣らせていただいて、やっぱさすがに反応のいい魚がいなくなったとは、体現の出番でしたね、やっぱりですね、イエス、体現でした、まあ、シーテンバイブも釣れましたし、はい、まあ、体現が結構タフな状況だと効果があるとですね、いうことも分かりましたんで、これですね、体現3インチですね、まあ良かったですね、今日は面白かったです、はい、まあ、野池の釣りってね、こんな感じで気軽に
岸からやれてっていうのが一番醍醐味だと思うんで、また来ましょうか。来ましょう、ね、楽しかったです。楽しかったです。ではまたごきげんよう。さよなら。さよなら。ペロ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 。あっち側から投げた方がいいですかね、最後。まだ釣りしてたよ。まだ帰んないよ。さすが。やったぜ。大ドラマですね。再現31ジグヘッドリグです。ちょっと怖いな、抜くの。怖い怖い怖い。よっ、バイ。おお、やったー。プロとの琵琶湖ウェディングロングロッドプラス大元31ジグヘッドリーグ。マズメフィッシュ何線あるんでしょうね。単発やね。単発ですね。単発ですね。単発。